当時八王子は小江戸と呼ばれ、絹糸や絹織物の市でにぎわっていた。八王子の町は養蚕に励む近在の人々にとって、簡単に行くことはできない江戸に対する憧れを変わってくれるただ一つの町だったんだ。地方の人々が憧れた当時の江戸では、町人が大きな力を持ち、歌舞伎が大流行していた。歌舞伎の人気に押され、文楽人形の一座は次々に潰れ、江戸を離れる人形師も多かった。江戸を追われ、小江戸と呼ばれた地方の町に落ちていった人形師、その中に西川古柳もいた。しかし古柳には人形を捨てることができなかったといって、一座を組むほどの人ではない。はあ、一人で人形を使う方法はないものか、そう西川古柳は考えた。まあ、こうして車人形が生まれたのではないだろうか。その頃、八王子近在の人々は江戸の人々の着る着物、絹を作っていた。華やかな江戸の話は聞こえてくるけれど、日帰りで芝居を見に行くほど近くはないし、裕福でもなかった。討ち取ることのなら、そんな村々へ江戸の匂いをいっぱいにつけた車人形が流行している説教節に乗ってやってくる。八王子に行けば車人形が見られる。それが今も大切に伝えられている。まあ、そう考えてくると、人形芝居が一度廃れた江戸には行かず、八王子に残っているのがなるほどとうなずけるね。